日本生命丸の内ガーデンタワーは東京都千代田区丸の内にある超高層ビル。2009年に丸の内 AIG ビルを取得した日本生命保険がビルを解体して建設を進めた地下3階、地上22階建てのタワーである。建物の足元には和田総合の景観に配慮し、近隣のパレスホテル東京と共同で桜並木のプロムナードを整備し、それにつながる。 建物内部のエントランスロビーには石堀屋である泉正都氏による形跡と石積みが配された。外装は日本建築の伝統的なモチーフである建格子をイメージさせる外周外柱と深い日差しによる構成とし、アウトフレームの細柱を吹き寄せとすることで重厚さの中にも優しさを感じさせるデザインの実現が図られている。低層部には活性化用途として、 ビジネスサポート施設や飲食店を中心とした店舗がにぎわいを演出し、都営見立線と直結した地下1階にはフードテラスが設けられた。4階から22階がオフィスフロアとなり、建物の柱や梁を外壁の外側に設けるアウトフレーム構造の採用で基準階における26メートル63メートル約510坪の部柱の執務空間を確保する。 ことで、役員室や外資系企業の個室対応などにもフレキシブルに対応できるワークプレイスが実現されている。三井物産が本社ビルの建て替えに伴い仮移転してきてオフィスフロアのほとんどを沈借していたが2020年5月お手町湾における新本社ビルの完成を受け退去した。建物の BCP 対応として 非常用発電機を72時間稼働できるものとし、災害発生時用として在勘者3日間分、相当の飲料水、食料等を備蓄しているほか、精神構造を採用した。皇居の緑豊かな自然を享受できることを表現する名称として、日本生命丸の内がアーデンタワーと名付けられた。かつてあった AIG ビル。ありがとうございます。